ウォーキングデッドっていう曲の中で、東京で生まれて一度死んで生まれ変わって川崎にいるみたいなリリックがあるんで、まあ、それをちょっとオマージュしたっぽい、なんか一回死んでるよ俺はっていうイメージで入れてます。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。バッドオップのビンゴです。タトゥーツアーで今日は俺の人生と一緒に刻んできたタトゥーを紹介していきます。レッツゴー。ファーストタトゥーは右の太ももなんですけど、未成年の頃に友達がタトゥーを彫りに行くって言って、もともとタトゥーに興味あったんで見に行ったら、そこの彫り師さんが、お兄ちゃん入れないのって言われて、あ、じゃあ入れますって言って、その場で Google で検索したお面2枚みたいな、トゥーフェイスっていうデザインなんですけど、後で泣いて今は笑えみたいなやつを入れましたね。ちなみにまだ未完成です。もともとタトゥーは入れたい入れたいって言ってて、俺もそのついていく理由の中に、あわよくば行っちゃおうと思ってたんで、魂胆通りになったっていう。心臓にナタが突き刺さってるやつが一番気に入ってますね。あの、ここの流れは結構気にしてて、ヤギの角がこの裏から入ってて、ここにナタと心臓が入ってるんですけど、これがまあ一番気に入ってますね。まあ、エピソードでいくと、名古屋でライブをして、アフターパーティーでとんでもないぐらい酒を飲んで、まだ酔っ払ったまんま予約していた堀市のところに行って、豊橋の363っていう僕のめっちゃ好きな堀市さんがいるんですけど、もうほぼ記憶ないままこれを掘ってもらって、で、あの、掘り終わるまでずっと寝てましたね。ここ掘るやつで、あの、そんなに爆睡するやつ見たことないって言われましたね。割ともともとタトゥーは場所によってはちょっと寝ちゃったりするタイプなんで、東京で活動してて川崎に行った時に、なんか僕ウォーキングデッドっていう曲の中で、東京で生まれて一度死んで生まれ変わって川崎にいるみたいなリリックがあるんで、まあ、それをちょっとオマージュしたっぽい、なんか一回死んでるよ俺はっていうイメージで入れてます。これも多分酒飲んでた気がします。胸は結構酒飲んじゃってるかもしれないです。心臓、レクター、角、雲とお札の束、お札の束と同時にこのブレスと、その363っていう人に全部彫ってもらってますね。このブレスも僕らのインスタのアカウントにもついてる、 B と H で息をするっていう、バッドホップで息をするみたいな意味合いでブレスなんですけど、で、この B と H だけが大文字になってて、ここに入ってる丸の中に BH って入ってるんですけど、これもなんかクルーの頭文字そのまんま入れてて、ブレスはほぼみんな入ってますね。全部思いですね。後悔はあんまりないですね。最初に思い描いたのはウィズカリファス、もう全部ぼかしでここまで埋めてフェイスも入れてみたいな思い描いてたんですけど、ここはなんとなくその予定で進んで、ここが残された時に、いや、隙間空いてるやつかっけえなってなってきて、ここはじゃあちょっと隙間ありでやってみようと思って、隙間ありでやったら最後そうしたいってなったらぼかしで埋めれるじゃないですか。一旦隙間ありでやってみてます。タトゥーに興味を持ったきっかけというか、僕もともとなんかバスケをやっていたんで、 NBA の選手とかもみんな入ってたし、スケボーをやってた時とかは先輩がみんな入ってたりとか、基本なんかタトゥー入ってるの普通、タトゥー入れてる人ってかっこいいなっていうイメージだったんで、絶対入れるんだろうなっていう感じで生きてましたね。魅力、自分が誰なのかを一目で分からせられるところじゃないですかね。自己表現だと思ってるんで、これ音楽の神様です。右腕はストーリーあって、昔のチャランポランだった自分がいて、それの夢を天使が、絵の額なんですけど、形のない夢を上に連れて行って、バッドホップの海賊船がうまく沈まないように願いを込めて人魚がいて、それの一番上に音楽の神様がいる。日本の最高紙幣とアメリカの最高紙幣があって、目がそっちを向いてて、真実を見極めろって書いてあるんですけど、お金ってちゃんと使わないと危ないよっていう若い頃のあれですね。1年半とかだと思います。多分一時期もう週に2回はタトゥー掘りに行ってた時期があって、入れたいものを決める暇もなくタトゥースタジオに到着してしまっているっていう状態ができてたんで、とりあえず何でもバンバン入れました。左ではなんか家族なんですけど、地元のご当地の妖怪が入ってます。
親父の地元は秋田なんですけど、秋田の雪女が母ちゃんの頭文字美しいを持ってて、家にペット1匹いるんで、ペットと兄弟、俺と弟、母親の地元の姫路の天守閣にいる妖怪みたいな、そいつが親父の頭文字をセンスで持ってるっていう家族のイメージの左腕ですね。でもなんかめっちゃメンバーに止められて、お前さすがに妖怪は木照らしすぎだと言われたんですけど、なんでかその時の俺はその意見を全て押し切って妖怪を入れ始めて、別に気に入ってるんですけど、まあ確かに他のも入れられたなっていうのは思いますね。これ結構聞かれるんですけど、一番痛かったところ、ここ痛かったっしょとか、ここ目の下とか超痛いでしょって言われたんですけど、顔は本当にほぼ無痛なんですよ。一番痛かったのは指ですね。痛すぎて掘ってる堀氏、悪くないんだけど堀氏のことぶん殴りそうになりましたね。本当に痛すぎてこいつ何やってんだと思って、なんかあえてこの人は痛く掘ってんじゃないかとか、もう勘ぐっちゃうぐらい痛くて、ここは全然平気だったんですよ。ここ掘られた瞬間、うわっってなって、やめてやめてやめてってなって、ほんと15分だから我慢してって言われて、なんでこれ入れたか分かんないですけど、ナスカの地上絵が入ってます。ここにも BH が入ってます。一番最近はこれです。ビンゴです。ビンゴとこのコウモリですね。 D さんっていう人になんか思いついた瞬間にすぐ連絡がしてて、そしたらじゃあ明日掘ろうみたいになって、 OK っすって言ってそのまま行って掘りましたね。やっぱ海外とか行ってももう確実に何かをやってる人だっていうのを思われるんで、話がしやすいというか、お前も絶対ラッパーだろみたいな、あそうだよっていうところからもう始まれるんで、ほぼ自己紹介がいらないっていうか、それは本当にいいなって思いますね。なんかもともとそういう自己表現の幅が狭まるような世界が好きじゃなかったんで、どちらにしろこれが認められないんだったらそこには入れないんで、僕なんで入れてると思います。一回ワイザーとあとマネージャー2人と箱根行くぞってなって箱根に向かったんですよ。でどっか入れんだろっていろんなとこ入ってったんですけど、入れずにダメだと、もうダメだダメだって言われて、外国人なら OK だろうと思って外国人のふりしたんですけど無理で、で本当にもういろんなところ行って、最後本当に奥の方でたどり着いたタトゥー OK の温泉に入ったら、周り全員タトゥーで怖っと思って、美術館かよと思って、俺らと同じ経路でそこにたどり着いた人たちだと思いますね。パブロのはかっこいいですね。ここまで入ってるんですよ。男気的なところでもかっこいいなって思いますし、デザインもすごいかっこいいんで、バーって埋まってて、こっちちょっと隙間ある感じで、でここにバラ入ってて、でなんかロザリオが入ってるんですよ。そういうとこもめっちゃかっこいいなって思うし、ワイザーのここもめっちゃかっこいいです。天使とザ・ヒップホップのタトゥーみたいな、もうぼかしがブワーって入ってて、ああいうのもいいな結局思っちゃうんですね。ドクターウーさんですかね。なんか一回堺のイベントで会って、なんか次来た時掘ろうみたいな話はしてたんですけど、ちょっとまだ進んではいないですね。とんでもない繊細なタッチなのは1個入れてみたいなって思いますね。顔とかに入れたいです。こういう結構目立つ感じで、一回ドクターウーにタトゥー掘ってもらってるだけでアメリカの入国審査通るって言われたことあるっす変わってほしいとかも思わないですし、そのリスクというか不自由するだろうなっていうことは想定して入れてるんで、そんなに思わないですけど、温泉全部ダメみたいなのとかはちょっと緩くなってもいいんじゃないかなって思いますけど、でも確かに怖いって思う人はいると思うんで、入れてるこちらが配慮するべきところなんで、ダメと言われるならばダメで、別になんかそれを変えてくれとは思わないです。入れる時にやっぱ覚悟してますし、世間の目とかもあんまり気にしてないんで、確かに本当に入れてる人で怖い人とかもいると思うんで、それを怖がることは正しいことだと思うんで、認めてもらえるならばありがたいって感じです。俺のタトゥーいかがだったでしょうか。改めて自分のタトゥーをちゃんと見る機会もないんで、こういうの入れたいなみたいなのも浮かんできたんで、いい機会だったかなと思います。タトゥーツアーバッドオップのビンゴでした。また会いましょう。